言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ちょっとデータを使いますので今回はラジオ配信で失礼いたしますね。BE:FIRSTが結構新規からやっぱり順調に見つかっているなっていう形のところがあって、レコード大日本レコード大賞と紅白歌合戦カウントダウン TV ライブライブ年越しスペシャルの検索数、こちらね、私も時々使っております Google トレンドさんで見させてもらいまして、 BE:FIRSTがどれだけ検索されたかっていうのがね、出ているのがあったので、それについて語りたいと思っております。それから紅白のパフォーマンス、ブンブンバックのパフォーマンスが NHK の動画で公開されておりましてね、でこれに関してベスティだけにって書いてありますが、ベスティだけの話でもないのでね、でも特にベスティに伝えたいことがありますっていう形で語らせてもらおうと思います。そしてマーゼルの動画でも出しましたが、2024年の BE:FIRSTのね、袴姿が出まして、これがね、非常にかっこいいなということですよ。なんかこう、幕末のね、大河ドラマとかで、このまま出そうな感じと言いますか、例えばね、そうですね、幕末の維新志士みたいな感じで、長州藩で言いますと、じゃあスカイハイに吉田松陰やってもらって、随分とかっこいい吉田松陰もいたもんだけど、やっぱり本当にいろいろやろうとして、外国にあの船に、黒船に乗って外国に行こうとしたこともあったっていうかね、大河ドラマをやるわけじゃないんだけど、ただちょっとこれがね、一心志士に見えちゃったりなんかして、そんなことを思いました。はい。なんかやっぱり似合いますわね。日本男児には袴でございますわ。っていうことでございますわね。はい。こちらもね、動画でも出しましたけれども、この袴姿のやつがニューイヤーグッズということで、買うこともできまして、1月の10日までの受注生産は BMSG フェスの方か。数量限定販売なのだそうなので、ぜひ、ご興味ある方は、購入してみてはいかがでしょうか。はい、という感じです。じゃあね、レコ大紅白カウントダウン TV の検索数がやばいということなので、ちょっとこちらについてね、語りたいので、画面を切り替えます。はい、こちらになっておりますけど、ちょっとね、画面が小さいので、媒体によっては見づらいかもしれませんが、2023年12月30日の20時、そして2023年12月31日20時、さらに2024年1月1日0時台のところが BE:FIRSTアルファベットとカタカナでの検索がですね、このように伸びております。で、やはりね、 BE:FIRSTを初見で見た方は、言ってみればカタカナで見る人がというか検索する人が多いのかもしれませんね。はい、これ相対的なデータということになりますので、7日間の間で相対的にどのぐらい見られたかっていうことになります。実は26日、27日あたりもちょっと見られているので、レオ君がゴールデンラビットに出たり、ジュノン君のサッカーのあれがあったりとか、その辺もあったので、少し影響している可能性はあります。そしてですね、レコ大のところで、見ての通りですが、アルファベットの BE:FIRSTの文字が、数字が9で、そして、カタカナは40ですね。で、紅白歌合戦がやはり一番でかくて、もう BE:FIRSTカタカナで100になっております。で、その後でカウントダウン TV ライブライブの年越しスペシャル、ここでも出ておりますね。これは紅白歌合戦からの流れで、本当にね、年始といいますか、1月1日であったからして、深夜帯に起きている人も多かったということだと思います。いずれにしてもこれだけ見られるっていうことであって、ここで見つかった人たちも多いと思います。私としても、りょうきくんとれおくんがかなり新規の方に見つかっていたりとか、あるいはラビットとか、ハイアンドローとかで見たことがあるっていう人が、改めて興味を持っているっていうパターンが多く、あとはそうたくんのダンスに関して、それでハマった人というのがたくさんいました。他のメンバーに関しても、他の4人に関しても見つかっているところは多かったですが、私のタイムラインにおすすめで流れてきたところは、レオくん、りょうきくん、そうたくんが多かったですね。はい、ということです。ちなみにこちらの赤いグラフの方ですけども、カウントダウン TV ライブライブの0時台ね、0時台にありましたから、そこから終わった後も結構緩やかにですけど、山がですね、左側のほぼ直線のところよりもやはり山が大きくなっていて、深夜帯にも BE:FIRSTを検索した人というのが結構いたという、そういうことになると思います。はい、これもありがたいことです。で、今後やはり2024年でね、いろいろとまた見つかってくるといいなと思っておりますし、BE:FIRSTに関して興味を持つインフルエンサーや YouTuber さんもまた増えてきてますので、これは非常にありがたいことだなと
個人的に思っております。というわけでね、もう検索がだいぶかかっておりまして、さすが日本レコード大賞紅白歌合戦カウントダウン TV ライブライブだなというふうに思いました。はい、そしてそうしましたら、画面を一旦元に戻しましょう。はい、紅白のパフォーマンスが、ね、NHK の動画で公開ということなんですけども、まあこれなんですけど、NHK YouTube、NHK ミュージックかな、そちらの方で、もちろん BE:FIRST だけじゃなくて、紅白歌合戦に出た人たちの動画が結構再生されております。で、実は、BE:FIRST のブンブンバックですが、再生数結構伸びてはいるんですが、もう一声行きたいなっていうところがあって、ちょっと MV の再生を、するっていうのをね、大丈夫な方は、ご協力いただけるとなんて思ったり、メインストリームとかブンブンバックのね、MV と混ぜて、MV 再生をね、するというか、ちょっとプチ強火ぐらいでやってみるといいかなと、ちょっと個人的には思っております。というのが、やっぱり NHK の貢献度っていうところもありますけれども、やっぱり YOASOBI だったり、新しい学校のリーダーズだったりとか、K-POP 勢の YouTube かなり伸びているんですね。で、これも、喜ばしいことではあるわけですよ。つまり、視聴率がどうとかっていうニュースが、早速出ておりましたけれども、今のね、テレビは視聴率とかそこだけにこだわってるわけでもなく、TVer だったり、NHK の場合は NHK プラスですけど、それで見られた回数であったり、関連コンテンツが YouTube とか TikTok とか、そういったもので再生されるっていうところも影響してくると考えております。そして今年といいますか、2023年の紅白歌合戦はボーダーレスだったので、テーマがだから、ボーダーを越えて、国境を越えて YouTube コンテンツが見られているので、ちょっとTwitter で有名な方の考察がありまして、 YouTube のコンテンツ、紅白歌合戦の YouTube コンテンツに関して、やはり去年よりもだいぶ伸びていると。YOASOBI効果であったりとか、リーダーズ効果であったりとか、言ってみればリーダーズも YOASOBI も外国でもライブをしておりますし、で、セブンティーンやストレイキッズ、ミサモといった、欧米含めた海外でも人気のある K-POP グループもいるっていうことも含め、BE:FIRST、JO1 など、日本中心に人気のあるボーイズグループがいたりとか、あとは高道グループだったりとか、で、その流れもあるので、その YouTube も大事っていうところですが、ただやっぱりね、私たちベスティーとしては、BE:FIRST の動画がね、もっと伸びてほしいなっていうところがあるんで、できる人だけで良いので、よろしかったらリンク貼っておきますので、BE:FIRST の紅白歌合戦のブンブンバックの動画、普通にかっこいいんで、ぜひ短いですし、ぜひちょっと見ていただければと思いますし、年始とかでね、動ける方は、またちょっと MV とかね、もろもろ今後も出てくるでしょうし、1月はもしかしたら制作期間みたいな感じで、そんなにたくさん の供給はない可能性もありますが、BE:FIRST のことなので、ないと思っていたらむちゃくちゃあるぜって話とか、なぎがあった後、むちゃくちゃガーッと出てきたりするのもね、もう常々そうですから、だから油断はしてられないので、ただ現状ちょっと緩やかになってるのでね、その間に MV 再生とか、MV と言いますか、NHK の動画の方の再生ね、リンクの方から行っていただいたり、紅白もね、NHK プラスとかでは見れますし、ぜひぜひこれからも見ていくと、時間がある限りね、見るといいですし、私も録画もしてますがね、NHK プラスでも見ております。はい。ということで、本当2024年ね、何かいろいろとありそうだなっていう感じもしておりますし、個人的には、りょうきくんとかドラマとか映画とか何かしらまたあったらいいなと思っていたりとか、7人のソロ仕事なんかもね、グループの仕事を中心にして、ちょっとずつまたやりたいことがやれるようになるとね、さらにいいかなって思ってますし、いろいろと楽しみでございますね。はい。っていう感じです。実はツイッターではつぶやいたんですが、ナンバーアイがですね、非常にすごくて、新しくと言いますか、新しくではないですね、最初の曲を、ファーストシングルと言いますか、出しまして、ゴートという曲を出したんですけども、それが MV の再生がかなりいってまして、台湾とか香港とかでも iTunes のチャートで上位に入っておりまして、かなりいい感じになっております。実際のところ、2B、やはりすげえなっていうところを考えておりましてね。で、2B に関してもそうだけど、やっぱり BE:FIRST も、そこにね、2024年は、ナンバーアイもがっつりと、表に出てきますので、リスペクト、愛と感謝とリスペクトは持ちつつで、正々堂々と、健全と切磋琢磨をしていければいいなというところでございますね。はい。ということで、ナンバーアイに関してもね、結構勢いがすごいので、
それに負けないようにと言いますかね、その炎を燃やせという形式で、まあ、ちょっとね、これで、ちょっとやる気が出たりなんかしてるところもありますんでね、ぜひぜひ、そんな感じで、2024年も、行ってまいりましょう。個人的にはナンバーアイと BE:FIRST のコラボとかね、もうお待ちしておりますというか、ぜひ見たいなと思ったりしてますけども、はい、そんな感じです。はい、では私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。We'll be right back.